B410 枚でできている絵本を作ってみます。それでは何分でできるか測ってみます。まず紙を揃えて中表になるように軽く折り目をつけます。そしたら紙をずらして1枚ずつに分けます。これを揃えます。下の方を軽く持って打ち付けていく。これで揃いましたら、ぎゅっと目をつけて、この部分をのり付けします。一番上のを反対にして一番下にやります。でこれをずらしていきます。5ミリぐらいずれたら液体のりがいいですね、つけてください。一番下にしたものをくるっと前に返して、ちゃんとこれで綺麗に揃えます。ギュッと押さえてのり付け。ここにぐるりとのりをつけて、背拍子になる部分には幅広くつけてください。開いたら背拍子のところを揃えてぎゅーっと折り返しながら、ここでまっすぐになるように揃えます。ここは5ミリほど空きます。これで形は出来上がりましたから、間を貼っていきます。白いページと白いページの間をこんな風にくっつけていきます。これで完成です。タイムは3分13秒。